ここは茨城県の県庁所在地にある水戸駅。時刻は早朝4時20分です。今回は早朝の水戸駅の様子をお伝えしていきますので、最後までよろしくお願いします。水戸駅北口の目の前にある、助さんと格さんを従えた黄門様の像は、テレビ番組のイメージそのものです。水戸駅は JR 東日本の常磐線、水郡線、鹿島臨海鉄道のお笑い鹿島線が乗り入れている茨城県最大の駅です。その歴史は1889年に水戸鉄道線、現在の JR 水戸線の終点として開業したところまで遡ります。早朝4時30分前ということで、まだまだ人通りは少ないですが、水戸駅の一日が始まろうとしています。水戸駅一番最初の列車は6番線、4時33分発の品川行き普通列車です。隣の勝田駅を4時27分に出発して、終点の品川駅には6時43分に到着します。この列車は、取手駅まで始発列車として機能します。特筆する点として、一度も特急列車に抜かれないということが挙げられます。土浦駅にて造結作業による6分の停車以外は、特急列車の待ち合わせがないことにより、日中よりも約20分も早く走り抜けます。何度もこの始発列車に乗っていて感じるのは、グリーン車の乗車率が高いということです。特急列車の走っていない時間帯ということで、リクライニングシートを利用したいという需要があるのだと思います。まだまだ暗い時間なのでリクライニングシートで軽く寝ておきたいというのもわかります。水戸駅の朝一番列車は4時33分、品川行き普通列車から始まりました。そして、水戸駅から各地へ向かう始発列車が次々と出発していくこととなります。次は5番線から4時58分に出発する水戸線直通の小山駅始発の普通列車です。勝田駅を4時52分に出発して、小山駅には6時16分に到着します。この列車は E531系5両編成のワンマン列車です。2021年3月から水戸線ではワンマン列車がスタートし、2023年3月からは日中の常磐線、水戸駅から岩木駅の間でもワンマン列車がスタートしています。この流れで行くと、次は水戸駅から土浦駅の間でもワンマン化が進んでいくと思われます。水戸駅は冒頭で紹介したように水戸線の駅として作られました。水戸駅で見送る小山駅普通列車は、明治22年から受け継ぐ歴史を感じてしまいます。常磐線より長い歴史ある水戸線、130年以上続く水戸駅から小山駅の鉄路には、感慨深いものがあります。次は、常磐線岩木駅方面の始発列車です。3番線を5時9分に出発すると、終点の岩木駅には6時38分に到着します。水戸駅北では、大半がワンマン列車となりましたが、ワンマン化改造を行っていない E501 系では、車掌の乗務があります。この E501 系5両編成は、この早朝1往復のみの運用となっています。今となっては、非常に貴重な存在となっています。次のダイヤ改正で、この車両が E531系に置き換わってしまうかもしれません。岩木行き始発列車は、水戸駅から約 10km 離れた内原電流線からやってきます。2006年、水戸駅南口の再開発により、電流線が水戸から内原へ移設されました。よって、早朝や夜間には、水戸と内原の間で回送列車を見ることができるのです。内原電流線では、車輪の歪みを修正する車輪転索の設備があることから、水郡線のディーゼルカーがやってくることがあります。E501 系には、今では珍しくなってきた、方向幕の装置がついている車両があり、今回は幕回しを見ることができました。方向幕の幕回しは、普段目にすることがない幕を見ることができるのも、楽しさの一つだと思います。
5時9分に始発いわき行き、車掌乗務のツーマン普通列車が出発していきました。すると隣の線路には貨物列車が止まっています。群馬県安中市にある東方賀園が JR 貨物に委託して走らせている貨物列車です。信越線安中駅から高崎線、常磐線などを通って福島臨海鉄道の小名浜駅までを結んでいます。鉄道間の間では安中貨物や東方賀園号と呼ばれていたりします。この貨物列車は安中から小名浜へからになったタンクを戻す途中で水戸駅で夜を明かしているのです。先ほどのいわき駅始発列車の次に出発する列車はこの小名浜駅の貨物列車となります。定番の電気機関車 EH500 の起動音ですが、やはり聞いていて迫力を感じます。5時17分、静かに出発していきました。次は、鹿島臨海鹿島大洗鹿島線の始発列車がやってきます。8番線が鹿島臨海鉄道大洗鹿島線のホームとなっています。5時37分に大洗駅を出発した始発列車が5時53分に到着します。この列車がそのまま折り返し大洗駅方面への始発列車となります。やってきた6線型機動車は製造から30年以上が経過し、外観からも経年劣化がうかがえます。とはいえ車内は転換クロスシートとなっていて、実に快適に移動することができます。大洗鹿島線は電化の国鉄路線として建設がスタートしていた経緯があり、高規格なローカル線として知られています。大洗鹿島線の始発列車が到着して2分後の5時55分、隣の7番線には始発特急時は54号が到着します。ちなみに水戸駅の7番線は上り特急列車の専用ホームとなっています。勝田駅を5時50分に出発して終点の品川駅には7時47分に到着します。この特急時は54号は休日ダイヤですと品川駅となっていますが、平日は上野止まりとなっています。特急時は54号の所要時間で言えば4時33分の始発普通列車と10分くらいしか変わりません。この始発特急時は54号は勝田駅から品川駅の間をなんとか2時間は切っていますが、所要時間が日中の特急時は号に比べて約30分長くなっています。茨城県南部では停車駅が多く設定されていることから、昔の通勤ライナー列車の性質を持った特急列車といえます。さらにラッシュ時に走行することから、どうしてもノロノロ運転となってしまいます。ノロノロ運転でもラッシュアワーに座席指定が取れて品川駅まで直通してくれるのは大変ありがたいものです。水戸駅を5時56分時刻通りに出発していきます。時は54号の品川駅到着は7時47分。早いペースだった始発普通列車との対比が面白く感じます。また隣の8番線を見てみましょう。鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の始発列車の出発が目前となっています。6時3分に水戸駅を出発すると終点の鹿島神宮駅には7時47分に到着します。この鹿島臨海鉄道は少しややこしい路線となっていて、臨時駅の鹿島サッカースタジアム駅から鹿島神宮駅の間は JR 鹿島線に乗り入れをしていることになっています。なので水戸駅の券売機で鹿島神宮駅までの乗車券を買おうとすると買い方がわかりにくいのです。駅の運賃表を見ると鹿島神宮駅まで1本の路線でつながっているように表記されています。しかし券売機には鹿島神宮駅の表示が出ていないのです。先に JR 切符を選択してから出ないと鹿島神宮駅行きの切符が買えない仕組みとなっているのです。確かに鹿島神宮駅は JR の駅ではありますが、乗り慣れていたり鉄道に詳しくないと券売機の前で戸惑ってしまうでしょう。6時3分、8番線から鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の始発列車が出発していきました。この6線型も乗れるうちに乗っておきたい車両だと思います。残るは水郡線の始発列車です。1番線、2番線が水郡線の専用ホームとなっています。特急時は54号や鹿島臨海鉄道の始発列車を見ている間に、水郡線始発列車は2番線ですでに出発を待っていました。
水郡線の始発列車は6時11分に出発の常陸太田駅です。常陸太田駅には6時44分に到着します。常陸太田駅は水郡線の支線の終点の駅ですが、実は水郡線の駅では最も乗降客数が多い駅となっています。もともとは常陸太田駅方面が水郡線の本線になる計画でしたが、住民の反対運動により常陸太田駅が終着駅となっています。そこで郡山方面へ線路を伸ばすために那珂市にある上菅谷駅で線路が分岐して現在のような形となっています。6時11分常陸太田駅始発普通列車の出発です。常磐線、水戸線、鹿島臨海鉄道、大洗鹿島線、水郡線の水戸駅を出発する始発列車を紹介しました。茨城県は魅力度ランキングが低いと言われていますが、鉄道に関しては意外と見どころが多いと思います。少しでも早朝の水戸駅の様子が動画を通して伝われば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。